はい、アンディです。今日はですね、久しぶりに渋谷に行ってきまして、そちらで撮影をしたのでスナップの様子なんかをお届けしたいなと思っております。今回のテーマはこちらですね。それでは行ってみましょう。渋谷は僕はですね、結構社会人になった1年目から、オフィスがあって通ってた街で、10年ぐらい通ったんですかね。そういう意味では結構馴染みの街なんですけど、まあ最近はいろいろとやっぱ変化してますよね。で、まあ駅前から撮影をスタートさせたんですけど、まあ、こういったね、なんか109を望む、スクランブル交差点の景色とか、そういった部分には変わりがない一方で、やっぱり新しいビルがこうどんどんできてきてる。そのあたりのね、こう空を映したビルの青さとか、まだまだ発展中のね、こういう狭い空で、あと青がやっぱり印象的な街なんですよね、僕の中で。渋谷っていうのは、まあなんか晴れた日とかの含めてなんですけど、でビルもね、駅も結構変わってきてまして、まだまだ工事中の場所もありますけど、なんかすごいこう渋谷らしさを残しながらね、変化していってる、進化していってる、そんな街の印象を受けますね。でそこからね、光栄の方にちょっと足を伸ばしまして、展望台といいますか、眺められる場所があるので、そちらの方にエレベーターで登っています。なんかね、渋谷に来るたんびにこう晴れるというか、青空の印象は本当強いんですよね。パリエは言っても10年近いんですかね、それは言い過ぎかな。でもなんか当時はね、すごい新しいビルっていう印象だったんですけど、最近はもうやっぱり渋谷のシンボルになりつつありますよね。でそこからこう眺め下ろせる渋谷の街、なんか様変わりしているようで、なんか変わってなくてみたいな、なんかすごいこう不思議な感覚を受ける、そんな街ですね。まあ秋晴れが爽やかで気持ちいい、そんな一日でした。で渋谷ストリームの方にも足を伸ばしまして、これは結構最近ですよね。僕がまだ、渋谷にオフィスに通ってた時はなかったので、なんかすごくモダンというか現代的というか、ある意味渋谷感が僕にはない、まあ見慣れてないからかもしれないですけどですね、結構こういう光と影のコントラスト系は僕はやっぱり好きなの で、あとこの白い鉄筋系ですかね、ガラスと、で奥の青空と、で雲を映すこのね、ビルの様子とかがやっぱり心地よいですね、見ていてね。なんかそういう意味でやっぱ新宿や丸の内とはちょっと違う雰囲気、超高層ビルなんですけど、そんな雰囲気があって、でそこからね、宮下パークですかね、ここもすごい一新された場所で、昔は本当にね、なんか小さな公園で、なんかよくわからないような狭いエリアだったんですけども、ものすごい変わりましたよね。この辺りはね、コロナで外出できなかった時にどんどん開発が進んでたような感覚で、まあ、訪れてみてびっくりしたっていうのを今でも覚えてますね。なんかね、やっぱりこう雰囲気がある場所で、まあ、なんか古い渋谷と新しい渋谷をこう一緒くたにしたような、なんかそういうスポットになっているのかなというところと、あとやっぱね、空を広く感じられる、この辺の気持ちよさがありますよね。こういったシルエットの印象みたいなのもすごく好きで撮ってはいますけど、はい、ということでね、まあ、僕の中での思い出の街渋谷という感じでもあるんですけども、まあ、本当に新しく生まれ変わりつつあって、でもなんか昔のやっぱり思い出の部分っていうのは残っていてということで、すごくね、面白い街になってますよね。まあ、今はね、本当毎日通うようなことにはなってないので、そういった意味でたまに行くとすごくこう新しい刺激をもらう、新しいインパクトをもらう、そんな街だなという印象です。この辺りからはね、ちょっと裏路地入っていったスナップになりますね。やっぱ渋谷、その大きなビル、高いビルっていうのもすごく魅力でかっこいいんですけど、なんかちょっと一歩踏み込むとね、こうした、なんていうんですかね、外国っぽいっていうのはちょっと言い過ぎなのかわかんないですけど、別の顔を持ってるっていうのが、なんか渋谷の面白さだなとは思っています。
今回はね、僕はあえて色味を抑えたような場所ばっかりをこう撮影してきたんですけど、結構ねカラフルポップな街でもありますよね。でこれはねタワレコのところでちょうど黄色い車が止まってたりとかして、面白いなって、ビタミンカラーだったりとか、とこれは雑貨屋さんですかね、メガネとか売ってたかなと思うんです。こういうカラフルポップな印象っていうのもなんかある意味この若者の街というか渋谷の街のイメージで、あとこのグラフィティですよね、なんていうんですかね、ちょっとダーティーなアンダーグラウンドな世界観の中ですごくこう、なんか渋谷っぽいなっていう部分ではあります。といった感じでですね、今回は渋谷の方をスナップさせてもらったんですけど、僕のね、写真なんかはインスタグラムで上げてますし、このチャンネルもね登録なんかしてくれたら嬉しいなというふうには思っております。それではまたお会いしましょう。